はい、始まりました。ザ・ノイジーズ。よろしくお願いします。どうも。いつもご視聴ありがとうございます。どうございます。はい。ということで、今回は、Amazon プライムにやってきた沈黙の艦隊。はい、こちらはですね、もう根っからの沈黙ファンでありますね。大ちゃんをお迎えして、今日はこのね、配信ドラマシリーズになって沈黙の艦隊シーズン1。東京湾大海戦、まだね、全話配信されてませんけど、そちらの途中までを見た感想などを今日はお聞きしたいという夕べでございます。大ちゃん、よろしくお願いします。お願いします。結構俺が思ってた以上に先やったね、今配信されてる分でもね、劇場版、映画館でやったより先ね。どうでした？いやいや、面白かったし、もちろんね、僕が言ってたそのドルフ・ラングレンとかの部分は全くバッサリいかれてますけど、であとそのキャラクター設定がほら、この2人にね、主人公とその、ね、2人に関しては完全に変わっちゃってるんで、うんうん、あとその乗組員のクルー の性別とかもね、うんうん、一部変わってる部分があるんで、だからそこはね、あとそのあれか、官房長官 その江口さんがやってるね、海原でいいのかな、海原でしたっけ、海原でしたっけ、あれの官房長官のあのキャラクターも今風に変えてますよね、本当にね。あ、うん、だから笹野さんやってる竹上っていうのは当初ああいう役どころでしたけど、これから変わるんでしょうけど、だからまあでも俺はこれ昨今のその原作を忠実にっていうあれがとはなかなかちょっと違うんだろうけど、まあそれはだから記者会見の時川口さん言ってたみたいに、やるのこれみたいな本当にやるの正気みたいなこと川口さん先生言ってましたよね、なんかね、うん、わざわざ、ね、しかも今更みたいな感じで、だからそう考えるとまあちょっとそこは考えてやったのかなっていうのはすごく思いましたけどね、うん、ましてそのほら、これだけのボリュームあるお話を、まあ、今回6話、先行配信で6話と、そこに押し込めるんだって、俺多分、これ普通にやったらシーズン1つって24話ぐらいやっても、おかしくないぐらいの話の量を6話によくしましたよねっていう感じはしましたけどね。あとその、まあ、新エピソードも加わってると、パクちゃんも原作読んでるからわかるけど、まあ、新エピソードも入ってるじゃないですか。一応、こういうことがあった二人のお話だよっていう一個入ってるじゃないですか。だから、あれも含めて、俺はまあ、もうわかんない人に、ね、原作なんか読んでないよって人の方が大半多分見てるだろうから。まあね。で、ましてその、なんだ、日本じゃなくて、やっぱ、これ俺タイトルの出方も沈黙の艦隊って出ないじゃないですか。サイレントサービスって出るでしょ、これって。もうじゃあもう外国に向けてんのねっていうのも思って、そのアマプラでやる時点でね、もうドラマ化にする時点で。それはすごく好感を持ちましたよ。その本当原作忠実でやるみたいなのが、なんか今日本だと正義みたいになっちゃってるじゃないですか。なんかそこがすごく、原作がもう曲変えないみたいな、原作通りでやるみたいなのが、だからその原作を変えないっていうのと、原作のイメージを崩さずに劇場版オリジナルにするっていう意味が、俺の中ではちょっと意味合いが違うなと思って、その皆さん、特に若い曲がな、これアニメ化だよな。アニメを、最近のアニメ見ててつくづく思う、それなら漫画でいいじゃんっていう、あのやり方がみんなが好きっていうのはもうね、ここ何年かずっとああいう作りをされてるから、ドラマもそうなんでしょうけど、なんかね、やっぱどうせ人がやって、やるんなら、まあ変えていいんじゃないのっていうのはすごく思ったし、あと、言われてた、外国人キャストのくだりも、あの方ね、ロッド・スタイガーじゃねえ、スタイガー、提督だっけ、職だっけ、あれ、
あれこの人誰だっけと思ったら、宇宙人捕獲っていうのが昔ブレアウィッチプロジェクトの監督であった、うんうんうん、あの貧乏白人の役で出てた若い人がもうあんなおじいちゃんだって、ね、なんかね、すごいね、あこの人ショットガンで脅してた人かとかって思ってあなるほどねって、まあまあだからよく見ドラマで見るちょい役の人っていうのが一応キャスティングされてますよね、一応ね、うん、一応、うん、うん、だからちょっとあの、まあ、言ってみると、米官邸の環境の部分は使い回しなのかなっていうのは、ちょっとそこは感じましたけど、それはしょうがねえないと思ったけど、まあ、あと CG はね、だって、これ当初から多分ドラマ用でしょ？劇場公開したとはいえ。まあ企画はね、そうだろうね。もう座組として最初にまず、ポーンと映画でまず、プロモーション券をちょっとやって、で、その後、うん、あのこれだけの迫力のあるもの配信ドラマで日本でやる、まあ、日本人の企画によってやりますってことですかね、うん、だから もしかしたらシーズン2スタートする時も最初は映画館でちょっとかけてドラマ版でちゃんとやりますよ的なことだと思うんで、まあ、うん、なんか当初から CG でグズグズ言ってる人いたけど、ゴジラと比べてどうこうみたいなこと言い方したけど、あ、まあそれはね、まあちょっとそこはちょっとまあ見る方としてさっぴかないといけないよね、うん、あの2時間の映画のお金のかけ方と、うん、例えば全8話の CG のお金のかけ方ってもう考えなさいよ、映画好きで見てんだったらとは思いましたね。そこはしょうがないじゃん、まあね、これはちょっと予算の配分が映画館でかける方にすごくかけた感じするよね、うんうん、その俺が見てなかったその後半のとこ見るともうちょっとやってほしかったけど、うん、まあ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 、もう、うん、これは全体の流れの中で面白がってもらうしかないって感じだよね、うんうん。特にだから空母の、デイシーンの空母のシーンとか、やっぱりそれはしょうがないなとは思う。だけど、俺、そう思ったのは、ヤマトの周りとか潜水艦周りに関しては、特にあの、あれ、サザンクロスって でかい自走タンカーに入ってきて浮上して出てくるあのシーンとかすげえかっこいいなと思って、うん、あれはちょっと漫画のそのイメージ通りだなっていうとこありましたよ。まあ、うん、このね、一番いいとこで終わっちゃいますから、今回はね。あの、うん、6話までだとね。まあ、この後どうなるかがちょっとあれなんでしょうけど。だけど、いや、それは、だって、あんな潜水艦で、バンバン出てくるのなんて今までの日本映画ないでしょ、まあ、ないね。そんなこと考えたらね、まあ、してその現代のってことで言うとね、本当に、うん、それはすごいなって。部分的に多分本当の自衛隊の潜水艦使ってるでしょ、だってあれ、まあ、やってるんだろうねこれはね、うん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 、だからそういう部分でね良かったと思います。僕は全然。あの、だから、キャラクターの改変に関してはね、これ好き嫌いあるんで、うんうん、なんだよっていうところは、多少多分皆さん、僕もなんだよってありますけど、うんうん、そこは。だけどもうこれは、多分、その、二人の説明をするときに、あれを入れたいとダメだと思ったんでしょ？多分ですけど、ドラマ性を持たせるのにね。うんうん、原作と違うあのやり方をしないとっていうのは、まあ、見てられない方もいるから、うん、ね、あれかもしれない。あ、まあ、あえて、まあ、そこはちょっとぼやかして、ある一人のキャラクターを一人足してるっていうところがね、お話を、二、うん、人の、あの、海江田と深町って二人を説明するときに、あの、そういう一人キャラクターが足されてますから、これって。うん、では、ね、で、あと、うん、まあ、俺は副官だ、今、その、あれが本当にそうなのか知らないですけど、でも潜水艦のクルーの中に女性クルーはいらっしゃるんですか、実際の自衛隊は。まあ、だけどまあ、もう、そういう方が配属されてもおかしくないよね。ねえ、ねえ、ねえ。まあ、だからあの、ほら、あれで話題になりましたよね、あの、護衛艦の艦長に、あれでしたっけ、女性の艦長さんが採用、ね、艦長いらっしゃるんですね。ねえ、採用されたみたいな。とこもあったし、その、で、あと、その、艦長っていうのも、艦長でしたね。艦長でしたよね。あの、本当は。まあ、本当はね。ね、うん。あの、だけど、一応、艦に、艦長って言ったら、うん、それはこっちだからって言われましたからね。ね、本物に。そうですね。エントジャムの。艦長ですって。時も言ってたし、あと、なんだっけ、あの、ローレライでね、樋口さんもなんか、そこはすごく、あの、アドバイザーの元自衛官の方に、偉い方に、そこだけは、
みんな思ってるんですよ。いや、館長って言ってくださいね。つって、そこだけは、つって、あれの時もなんかやたらこだわって館長って言ってたけど、ヤマトの真似しちゃうと、館長って言ってやっぱ不自然なんですよ。まあ、多分あと自衛隊、海上自衛隊にやっぱ協力してもらうと、生活性を求められるのも多分なんかあったらあるような気がするけど、ね。まあ、そうでしょうね、そうでしょうね、本当に。そういうこと言い方しませんからっていうのが。昔のね、うんうん、ゴジラ対ビオランテのコメンタリー聞いても、もうあんなめちゃくちゃなことできたの、うん、多分あれが最後だろうって言ったからね、コメンタリーで。うん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 、ちゃんとした陸上自衛隊であんな核兵器が出てくるってね。うんうん、うん。あ、ちょっとしかも沈黙の艦隊は一応リアルドラマだからね、これね。あ、だ、今バギーで言った生活空間の下りはね、ご飯食べるとことか、あとあのアイスクリーム食べるとことか、あんなの原則ないですからね。うん、だから、ああいうのはほら、その、またカレーかよ、みたいに、ユースケ・サンタマリアさんのね、ソナーチョか、うん、が言って、ぼやいて言うけど、一番美味しいんだよ、つって。だから味の改変ぐらいさせろよ、っていうのは、あれ本当にそうなんでしょ、やっぱり。はい、まあ、一応同じもん食ってっから味の変えるのぐらい許してよ、つって、いうことなんだと思う。ああいうとこすごく、なんか生活感出てんな、と思う。ユースケさんは、まあ、今回役作りだと思うんだけど、なんかね、うん、老害っていうか、もっとお年を召して、怪しい役できそうな感じだって、すごい良かったよ、なんかね。いや、だから、うん、なんていうんですか、もう、ほら、やっぱり、言っても顔とか見た目でおじいじゃないですか、言ったところでもう。ね、そうそう、それが。いわゆる僕らが踊る大捜査宣伝ですよ。うん、もう、あれで持ってった、ユースケ・サンタマリアさんとは違うじゃないですか。そう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 、俺、あそこまで老け役をやってると、ちょっと、え、これ誰とかって思ったぐらい。一瞬ね、あ、うん、そう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 。で、言ってみりゃこれ、あの缶の中でも一番年上って設定じゃないですか。うん、なんかですね。まあそんな感じで撮ってる。多分ですけど、ね、多分ですけど、うん、まあそこも原作とちょっと変えてるから、難波って、あの役もね。うん、だから、なんか、いろいろ面白いとか原作と違うってとこ探したもん、その、うん、っていうのは、だから特に副長の早見のが女の人になってるっていうのも、まあ気には俺はちょっと最初、何を女出してんだよとかって思いましたけど、その潜水艦の中に。ああ、もうね。それが、うん、まあまあ、ここはしょうがないなと思いましたけどね。まあそれはね。うん、で、あとその、やっぱりそれほら、見てもらわなきゃいけないから、ある程度有名な人出せないとっていうのは、しょうがないですよね。うん、まあだけどね、うん、だ上と実際、うん、もうそういったね、イージス艦の女性の艦長も出てくるぐらい時代だから、うんうん、まあまあ、うん、昔よりは女性が出てくることに関しては、現実問題というおかしくない時代になってるからね。そう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 、そう。昔はもう、戦争映画必ず恋愛だからね、女性で。これに比べれば、はるかに説得力あるよね。うん、うん。うん、だこれからも多分出て、だってアメリカの艦艇にも必ず女性の隊員乗ってますもんね、本当にね。うん、これね、本当にね、だから。これもちょっと、あれだね、なんか海の男対男みたいなところ結構あるじゃん、バトルとか特に。うん、うん。これも変えてくるかもしれないね。うんうんうん、まあ、敵っていうわけじゃないけど、ね、アメリカの方のとか、まあ、ロシアなのかなんか分かんないけど、うん、そこら辺の艦船もできてもね、うん。で、他の戦争的なところで言うと、やっぱその江口さんがのとこの方、だって女のあの、あの人な、女優さんの名前、あのね、ベテランの女優さんの、うん、その、2番手ぐらいの役で出てらっしゃるあの方も、あれもだって、当初はだって、あ、年じゃない。原作だとあんな役ないし、うん、あれをだから江口さんがやってる役が全部やってたんですよね、ほとんどね。うん、そのお父さんが日本を牛耳る元総理だっけ、うん、あれ、確かね。フィクサーみたいなんで、最初、その大和建造に関わってたメンバーの一番のボスで、みたいな。それを、もう親父、時代が違うから、つって。っていうくだりが多分、まるまるばっさりと、今回のドラマではないですけど、うん、あの人を切り、あの、橋爪さんが やってる役を切り捨てるっていうくだりはなかったですけど、でも、まあ、そこもさらにある可能性あるんじゃない？もうちょっとドラマ。ああ、そうかな。そうね。今回の、シーズン、あ、じゃあ、7、8話の最後でもしかしたら、そういうシーンがあるかもしれない。なんかまだ事態があまりにも流動的すぎちゃって、なんか何がいいのか悪いのかも、うん、ちょっとこの役見てると、ちょっと話として、ちょっと見てる方も集中つかないよね、なんかね。うん、うん、うん、うん。あの、政治的なところも、まあ、うまくやるんだろうな、っていうのは、だと、まあ、これはもうね、ジジイだからね、思うんですけど、やっぱ年寄りの俳優さんの中に、あんまりにも知ってる顔の人がいない。
そっか、もうみんないないんだよなっていう、そこ、まあまあまあね、やっぱり、ね、それは鈴木みずほさんができたら完璧ですよね、これ。そういうね、石田太郎さんとかね、出てきて、なんかそれは政府官邸のって言ったら、もうそれは俺たちの世代は説得力が違うけど、まあもうね、江口さんがだってもう政府 の重鎮役をやる時代だからね、今ね。だって、宣戦布告だってもう20年ぐらい前、あれ。もうありえないとこに出た人だってね。そうでしょうね。佐藤、石田佐藤さんも佐藤圭さんももうとっくにいないですからね。あるね。全くあの、往生際悪くね、引退しない政治家実際にいるけどね。誰とは言いませんけど。せめて、本当の政治家、ちゃんと頑張ってくれよと思うよね、最近こういうの見てるとね。まあまあ、だから。一番リアリティがないのがそこなんだよ。だからね、今。そうそうそう。政府関係が上げてくると。もう今になっては CG もさ、まあ文句はあるかもしれないけど、結構バトルシーンも迫力あるしさ。うん。だけど本当にあれだよね。やばい。UFO 検知機が狙いちゃうと。ロズウェルロック。アラートじゃないですか。アラート。ロズウェルロック。ロック最近毎日鳴るんだよな。うん、すみません、気にしないで。カンソナーです。カンソナーです。ソナーにカンでしょ、だから。ね、まあまあ、じゃあ、大ちゃん的には本当に、まあ、まだ前話じゃないけど、まあ、結構、うん、あの違いがあるところも含めてかなり楽しめたってことでいいのかな、これ。だそこはもうもちろん、さっぴきゃないと、やっぱりもうさすがに、こういうのはね、だからその、まあまあ、くる、近々で比べるのもあれだけど、その俺バーはほら全然知らないけど、ゴールデンカムイだってそういうとこなんでしょ、やっぱりこれあれもないこれもないは 言い出したらきりないけど、いやすごいねみたいなとこがあるわけでしょ、やっぱり。まあね、うん、まあ、あとまあ切られても、うん、まあ好きな人も納得できるような出来だったっていう、ね、うん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 、あのね、だけど、まあ、一個あるのが、ね、苦言があるの。いや、苦言っていうかね、みんなはね、今ほら、タイムライン上にちょっと流れちゃってるから、今ですよ、近々で、うん、皆さん忘れてらっしゃるね、映画でね、今、伊藤英明君が主役の映画があったじゃないですか。ああ、最近ちょっと今、また再び話題になってる。そう。ね、はい、で、そうじゃなくて、あの映画をね、ちょっと思い、だからね、あの女性ボーカルが歌うバラードがエンディングって良くないですよね。みんな同じ映画に見えちゃうっていうんですか、なんかその。それはね、一時期ね、何見てもアルマゲドンだと思ってしまった時期と同じですから、それは。とか、タイタニックとかね。うん、だから、あれは歌って、まあ、じゃあ、ほら、タイアップがあるから歌使わなきゃいけないっていうのはわかるんだけどね、なんかね、海物って言うとあの手のバラード流すっていうのは。あ、まあまあね。だってやっぱ作ってる側がとして、あれは成功のフォーミュラ、公式だと思うんだよ、多分。まあ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 。歌い上げる感動的な。流れると、特に海物はすごいロマンというか、なんか広さを感じるって多分理屈があるんじゃないかな。まあ、それ言ったら宇宙戦艦。いや、でも宇宙戦艦ヤマトの頃からエンディングはバラードですからね。まあ、それはまあしょうがねえのかなとは思うんだけど。まあ、あれがちょっと俺、なんかあんまりにもその、今までやってきたあのフォーマットに近寄せすぎたのかなとかって、ちょっと。そうだ、ん、ね。やっぱなんかみんなにはこうやって、なんだろう、評価を受けたものをやっぱやるっていうのはね。だけどもう女性ボーカルか、なんかやっぱアルマゲドン系の歌い上げる感じのロックでやるしかないでしょ、私。ね、ビーズでよ、ま、あビーズが作曲なの？作詞なの？なんかやったね。うん、ねえ、なんかここでね、さだまさしって時代でもないでしょ？なんか五木ひろしとかさ。教えてくださいって。まあ、それはそれであるか。谷村さんもお亡くなりになってきたから歌えないしさ、だって。まあね、まあね。谷村さんがいらっしゃったら、まあちょっとやってもよかったと思うけどね。あ、そっか、そうするとちょっとガンダムっぽくなりますか、ライってやったら、まあ、見てそういうの見てない人にとっては普通にはいいなと思った可能性はあるよ。まあ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 、もうでも本当すごく、いい悪いで言ったら俺は全然いい方だと思うし、そのあんまりこれタイムライン上で話題が出ないってことは、まあみんな興味ないんだろうなっていう、そこですよね。だからその、良くも悪くもないって一番悪いパターンだから、俺ここでちゃんと言った方がいいと思うんだけど、全然悪くないですからね、これ、本当にその、言った、だから気になんないっていうのは一番良くない評価かもしれないけど、だけど、
俺はだから、好きな人こそあえてこれ。正直に、公平な表現しないで、俺はすごくいいと思うって、生きてほしいよ、なんかね。前置きはいいから、もう好きなんでしょ、結構。ね、いや好きですよ。だからそのそれでいいんですよ。だからそこはもうさ、それ言っちゃったらさ、大ちゃんの頃さ、無理して見てもらって語ろうぜって言った俺の達成がないじゃん、なんかさ、話題になってないってことはみたいな。ほらもうそれな、無理してって言っちゃったじゃん、無理してって言うからだよ。だって大ちゃんさ、いや面白いと思うけど、まあね、話数あるからさ、そんなにねちょっと、うん、間に合わせるために急いで見てもらったから。いや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 、いやまあまあ、でももう本当に良かったです。僕は良かったです。僕いや、まあ、本当にね。まあいろいろとね、うん、なんかちょっとなんかうがって見る人はちょっとまた違うところのなんかものはあるかもしれないけど、うん、まあ別に普通のね、なんかアクションものとして見た場合には非常に日本でここまで、まあ、こういう感じのこともやってもよ、なんかいい時代になったっていうのはね。うん、うん、確かに。やっぱね、これ予告編とかね、いろいろほら、ぐず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 、あの、妄想を膨らましてたあの時に散々言ってた、高島兄弟どっかで出てくんないですかね、これね。あの、どっかで、なんかあの二人出てこないですかね、どっかで、なんか。いや、続くんであれば、本当に。まあね、ただ、うん、あの、今の最新話まで見終わった瞬間に、あの二人はないなと思ったよね、なんかね。完全に世界から浮くね、これね。いやだからちょこっといいじゃないですか、それぐらい遊んだって。だ、ね、この世界自体が、まあ大沢さんの演技自体もシリアスでやってるけど、うん、まあ正直言って漫画なんだけど、それを上回る漫画だからね、高島兄弟は。だから無理だって、ね、出ちゃうとね、出ちゃうと途端にその場をさらってっちゃいますからね、あの2人の。あれはやばい、本当に二次元キャラだからね、本当にね、あれは。でもね、ここはね、あえてね、ノイジーズですから。あの北山さんの名優、北村監督はやっぱすごいですね。大沢さんの顔は基本的に北村監督の荒髪とまんまですから、この海江田のニヤってする顔は。ラストシーンの、荒髪のラストシーンの大沢さんのニヤってするのと、海江田が終始やるアルカイックスマイルは、もうずっと、うわ北村監督が分かってんなっていう、そこですよ。そこですよ。ね、まあ多分なんかご自身も一番照明が映える顔だっていうことでなんか思ってらっしゃるんじゃないですか、うん、なんか。あの、うん、上目遣いでこう見上げるとことかね、あとその中央にバーって寄ってって寄るときにニヤってするあれとかね。あれはもうすごく、まあ考えて演じてらっしゃるんだろうなっていうのはものすごく感じますよね。まあ、気合が違うからね、ご本人もね。あと、玉木さんでいいんだよな。うん、玉木さんも、逆に玉木さんはなんかあの深町っていうあのキャラクターからちょっと変えようってしてる感じ。これの深町だよっていうふうにしてるのがものすごく伝わりますよね。そこはね。だからその二人はもっと上官と上司だった、あ、じゃあ部下だったっていうあれをちゃんとね、なんかすごくやろうとしてるのがすごく、だけどあんたの考えには賛同できないって。まあこれ、まあ言ってみるとパターン的に、あの、クリムゾンだ態度と伝説と人白馬とかって、まあまあね、なっちゃいますけど、だけどそこはなんかすごく、なんか上司と部下の関係みたいに置き換えても、日本だとね、日本の映画だと、うん、あの、ドラマとか映画だと、そっちの方がすごく、俺は慕ってたのに、なんであんたが、みたいな感じはすごく出てますよね。で、うん、それだと、玉木さんが合ってるかなと思って。だから、その漫画通りの深町だったら、高島兄だろって言って、それは思っちゃいましたけど、そうそうそう。そうすると、もう漫画になっちゃうから、全部なんだ。まあ一応、ね、もう潜水艦であり、ポリティカルな、なんかアクションというか、そういうものになってるからね。うん、だってもうアニメ版だと大塚明夫さんの声で深町海江だしか言ってないですからね、あれ。まあアニメ版ね、もうそのイメージしかないですから、だってアニメ版は本当にまあね、まあそういうもうある意味漫画通りっていうか、まあ、うん、まあこれはちょっと全体的なキャスティングがやっぱりちょっとなんかデフォルメしてるけども、それでもやっぱもうやっぱリアルな感じ、うん、まあ、今時だよね、うん、うん、でちょっとやっぱあの変えてるって一個のあのエピソードをちゃんとこうずっと引きずろうと
してんじゃないですか、一応ですよ。一応あの二人はなぜっていうのを一個、まあ、俺はだからその説明が最初からそこまでやんなくてもいいのになとは、あれ後々っていうのにしてもいいんじゃないのかなってちょっとそこは思いましたけど、だけど、やっぱこれ違うよっていう部分に関してはあれが一番多分でかいですよね、今回に関しては、ね。まあそうはね。あの部分がね。やっぱ潜水艦ものでやっぱりあの、同じ艦内で敵、なんか意見が違うものがいるって鉄則をやっぱりちゃんとやった方がいいっていうことになったんじゃないのかな、うん、これ、お約束として。そうしないとちょっとなんか意地の張り合いしてるだけにしか見えないみたいな。まあ人の意見。そこは明確に、ね、うん。うん、なんか職はあれを入れることによって少し明確に したんだなって、だから分かりやすくしたんだなって、すごく思う。だから空母伊吹に足りなかったところはそこだからね、同じ環境にいるんだけど、うん、意見、なんか性格とか考え方が違う人がいるっていうことが、うん、ちょっと伊吹は弱いじゃないですか、あれは。あれもね、映画しか見てないんで、俺もその原作どうなってんだか、うん、全くあの、まあ、そう映像作品としては弱いじゃないですか、そこが。なんか、うんうん、あの顔つきがちょっと演技が違うなぐらいしかなかったから、あれって。うん、そうね。で、まして、あの二人、同系統ですもんね、言ってみたらですけど。うんうん、西島さんとあの、蔵之介さんと本当なんか似てるじゃないですか。多分言ってみたら、うん、顔形のことじゃなくて、なんか演技の自体が似ちゃってるから、なんか、だからそこがあんまりね、あのやり方だとなんか伝わんなくて、うん、やっぱりコンビニの店長の中井貴一さんの方にばっか気が向いちゃうのは、やっぱじじいとかね。あの作品の中で一番狂気を感じるのは中井貴一さんだからね、あの伊吹をね。作んなきゃ。作んなきゃ。もうみんなそっくりしか見ないから、ね。お前っていうか、演技すごい、演技が本物すぎて、そんな前出てくるなよ、中井さんっていう、ね。いやいやいやなんか見てる方からすると、中井さんのコンビニが一番最前線になっちゃったからね、見てる。そうそうそう。あれはまあちょっと、これは弁護できないよな、この映画はって言いました、うん、日常を描こうとして日常が一番強い映画になっちゃいましたね。一番狂気を払うのが日常だから、ね、そう嘘でしょってな、そっちなのメインがっていうね、だからね、あれはね、まあ、あれはあれで好きだけどね、そういうところバランスの悪さがね、うん、はい、まあ、じゃあちょっとね、大ちゃんはおおむね満足ということでね、今日ね、はいはい、だ、7、8は今週ですか、あ、それ今週って言っちゃっていいですか、12月16日かな、うん、うん、確か、うん、うん、はい、ちょっと楽しみにしたいですね、はい、はい、ということで今回はね、うん、あの沈黙の艦隊のシーズン1の東京湾大海戦、こちらの感想をね、はい、大ちゃんにざっくりと喋っていただきました、うん、はい、ということでね、うん、この再生回数次第によって前話見た後の感想会があるかどうか皆様次第。それはやった方が、さまざま2回でしょ?2 回、シーズン2あるかどうか分かんないからね。求められないことはしないっていうことですよ。ね、俺たちハリーポッターそろそろやりますからね。ハリーポッターやりますからね。ハリーポッターやりますからね。ね、俺が何言うかっていうと、あの彼女の死に様はねえよって、多分また同じこと言うからね。はい、そういうことですね。でもこれからほら、あれ今パキさんが早口なのはこれから映画を見に行くから早口なんです。以上です。もう言うね、もうではありがとうございましたっていう、ね、はい、ということで、今回はね沈黙の艦隊喋ってみました、はい、何かのお役に立てば幸いでございます、はい、はい、ということでまた次回のね、はい、沈黙の艦隊全話の感想でお会いしましょう。お願いします。お願いします。ボンボヤージュ、コメントも待ってます。